食事の話を伺いましたけど、はい、なんかその愛用してる品っていうのはあるんですか？必ずこれを最近、まあ、この前の舞台の時にずっと楽屋で使ってたんですけど、うん、ウォークマンとスピーカーを持ってきて珍しくずっと楽屋でかけてたんですよ。で普段音楽聞かないですか？楽屋では聞かなかったので、この前初めて、なんですかね、舞台が全くノーアーズだからですかね、うん、なんか人の声が曲は鳴ってるんですけど、なんか楽屋に入った時にシーンって感じがして、あ、なんか曲を流そうと思って。へー、買ったんですね。うん、でもちょっと前に買ったんですけど、楽屋でずっと使ってて、今のウォークマンってこんなちっちゃいんだ。そう、なんか 私のイメージのウォークマンなんてもうめちゃめちゃ、だから最初ウォークマンって言ってた、ちょっと古いウォークマンって名前で合ってたっけと思って、うん、自分で調べて、ウォークマンで合ってるんだと。今こんなになってるんだ。そうなんです。なんかいろいろ iPod とか、はいはい、いろんなのあるじゃないですか。あります。自分で何か欲しいなと思って探しに行って、うん、で、まあ、iPod とウォークマンの違いとかいろいろ聞いて、で結局ウォークマンの方にしたんですけど。何が入ってるんですか？何聞いてました？結構中井さんもご存知だと思うんですけど、モーディアさんの曲を結構聴いてました、ね。女性ばっかりでクラシックのね、はい、そうで、以前 STP スイートページルで一緒にやらせていただいた時から、はい、好きで結構ずっと聞いてましたね。もう優しいのもあれば、パンチの効いたのもあれば、うん、ね、リラックス、うん、あとはよくカフェミュージックみたいなのを自分でダウンロードして。へー、こういう普通の時はこのブルー選んでらっしゃいますけど、このブルーは何でですか？これはブルーも好きだったんですよ。あ、そうなんですね。じゃあこの人が今お友達、うん、ずっとです、ね、ずっと一緒にいてくれて、はい、一種の憧れがあって、